梶谷由美です。よろしくお願いします。日本の昔話に登場するヒロインと動物をモチーフに描かれたパッケージデザインなんですが、気分的にも影響するもんなんですか？そうですね、なんかやっぱりこうなんかパレットのそのカラーの配色ももちろんだけど、そのパッケージとか形とかデザインもすごい気になるっていうか、はい、結構大事ですね。小さい頃、読まれていた昔話とかあります？この3つの中に鶴の恩返しがすごい好きですね。まずはどの CM からいきましょうか？じゃあ鶴の、あの秘密の羽音。 Thought I had told you that you should never be. Thought I had told youKate。 いや、中条さん、鶴にCM の中で実際に鶴になっちゃってましたね。はい、鶴になっちゃいました。旗織り機のセット、はい、すごく印象的でしたね。はい、そうですね、あれは実際に多分使ってた、あの旗織り機のオブジェだと思うんですけど、あのそこにこう糸を張り巡らせたもので、あのその中で撮影したりとか、あとこう障子の裏側で撮影して、その影絵というか影で、あの表現、鶴を表現したりとかして、でそのカットかかった後に その障子の裏側でなんか踊ったりとかダンスしたりとかして、ちょっとふざけたオフショットとかも撮ったりとかして。はい、ケイトの商品の一番好きなもの、愛用しているものはどれですか？私はあのケイトのフォーマーは、はい、あの学生の時からも使ってたりしたので、あのそちらの商品今でも使ってるんですけど、すごくあの使いやすいので、ドラマの現場で使ったりとかも、そうなんですね、はい、してて、いつも一緒にいます。初めてメイクをしたのはいつですか？気になります。恥ずかしい。気になる。初めてメイクしたの、何歳だろう。でもやっぱ女の子ってメイク憧れるじゃないですか。なんかこう、私お姉ちゃんがいるんですけど、姉のあのメイク道具をこっそり借りてきて、あの小さい時に、あの本当に小学生ぐらいの時にこっそりこう使って鏡で見たりとかしてた時期があったので、初めてメイクをしたのはその時かもしれないです。